はい、どうも始まりました。今日も五十嵐邸で一夜を明かす北川城子とジョエアットです。視聴者の皆さんは今日はどういう一日をお過ごししましたか？僕は一番大好きな人と今日もまあこれはちょっと言えないんですけど笑顔になれることをしてきました。あなたたちは結局僕には勝てません。ドリナマイトはないよ。ドリナマイト前なかったよ。いや、前ついてきたな。前回あれの時だよ。あれの時あのかき氷にやられたやつ。そうすごい。ガチで笑い止まらないわ。ちなみに言っとくと。あーちょっとやばいかね。なんで脱げん。ちょっとやばいわこれ。久々に本気出すやつやっとく。いやこれやばいべ実際。えっとダイナマイトキット黄色い話。それとそれ持ってちょっと笑顔ちょうだいこっちに。ジョーさんまた同じやつやろ。同じやつ座っててね。ジョーさんいやこれ座ったらダメなんだよ。え、でも言うことあるでしょ、ジョーさん。黄色っていうのはレナちゃんのカラーであり、人類がするおしっこの色でもあるってことは言いたいことは分かりますよね。僕は今から藤井レナ括弧16歳のおしっこを飲む儀式を始めたいと思います。じゃあ乾杯いきますか。乾杯いきますか。レナちゃんのおしっこをみんなで乾杯。はい、じゃあいい。わわ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 わ。すごいやばい、頑張りすぎてかもしれない。あれ、ジョエ、みんなお酒あるのにジョエだけない話は。ジョエだけお酒ない話は。ちょっとやばいわ。やっぱダイナマイトキットだけはちょっとやっぱり強い。そんなすぐ来る。いや、飲めばわかる。ガチで異次元。じゃあ一緒に飲んで。いや多分2杯だとガチなやつ。顔やべえ。